今日始まったけどさ、うん、どう？いやー最高でしょ。うん、うん、ねえ、マッチトーナメントじゃん。当たるかもしれないじゃん。うんね、当たっちゃうかも ね。当たったらどうするの？当たったらやるしかないっしょ。じゃあやりたい？俺はやってもいいんだけどね。どうなんだろうね。殴れんのかな。殴るしかないよね。でも殴んないダメでしょ、それは。勝てないよ。勝ちてえしな、うん、いいの負けちゃうよ。負けたくねえしな。殴るよ。俺も殴るよ。殴るしかねえもん、勝つには。俺は蹴るよね、それは。うん、俺はやっぱ勝って競馬盛り上げたいから、やっぱここはしっかり勝ちたいよね。うん、どう？やっぱまあ実の兄だからね。まあまたスパとは違うからね。でもやっぱこのプロになって、やっぱ格闘技やって、やっぱ一番になりたいって気持ちあるから。そっか、とうとう戦う時来ちゃったか。ねえ、やるかもね。前も戦ったことあるけど、何年前、10年前以上か、15年ぐらい前か。うん、本当そう。本当もう10歳ぐらいとかだな。うん、それ、それからなんだかんだずっと格闘技やってて、戦うかもしんねえな。まあ、あの時とはまた違うからね。俺成長したからね、あの時は勝てなかったけど。うん、成長したからな。いけんじゃねえかな。大丈夫でしょ。いや、いけんじゃねえかな、俺。なんだかんだ最後まで勝つでしょう。勝てんじゃねえかな。あ、いいよ、さっき。あ、優勝予想？優勝予想はやっぱり、まあ、浦部宏隆選手じゃないですかね。やっぱ、そう？自信すごいありそうだし。ねえ、今年ベルト2本巻いて乗ってるしね。でも反対ブロックやっぱ浦部晃也選手来ると思うんだよね。俺たちか。多分じゃないかな。浦部晃也じゃないかな。あ、足ある。うん、今乗ってるからね、俺も。まあ、そうだよね。でも乗ってるやつしかいないよね。うん。トーナメント。結果ね。うん。乗ってるやつしかいないんだよ。乗りに乗ったやつが出てるみたいな感じだね。うん、まあみんなね。まあその中でも勝ちたいよね。うん、ね。うん、そう。途中で負けてもらったら困るよね、やっぱりね。お互いね。まあね。うん、うん、やっぱここは兄弟で決勝やるから盛り上がるんでしょ、やっぱ。うん、ね、うん、そうだと思う。うん、これで兄弟でやらなかったら変わんないしな、あんま。うん、負けないでよ。負けないよ、2人で。俺も勝つよ。うん、あとは思いっきり2人で決勝やって、うん、そしたら、うん、すごい注目されるじゃない。うん、まあね。うん、ハッピーだね。そう、最高じゃない。最高だね。ねえ、世界最強2人で決めちゃうんだよ、すごいね。やる気ないでね。うん、俺勝つよ。でも俺も勝つよ。俺も勝つよ。俺も勝つよ。でも1人しかいねえかんな、優勝者。やっぱ俺も勝つよ、そりゃ。そっか。
Eesh.